確かに将来の夢って何年もかけて叶えるものなのに、吸血鬼の生態に詳しい人間は危険だから殺すみたいなことも言ってたんでしょ。それって1年後にコーンが吸血鬼に慣れてなかったら殺されちゃうんじゃ。好きになるんでしょ、七草ナズナのこと。相談くらいは乗るから。ああ